ざわざお城に遊びに来なきゃいけないっていう。王様ね、王様がバス旅行に行っていてお留守番してるんだって。だから私たちに遊びに来てほしいって電話が来たのね。一人ぼっちで寂しいんだろうな。バグは単なるかまってちゃんだと思うぞ。だけどそんなこと言っちゃダメ。みんなで王様を慰めてあげましょう。お邪魔しまーす。お邪魔。何？真っ暗。よく来た皆の者、苦しゅうない。今日は思う存分楽しむがよいぞ。全然寂しがってないじゃん。ルメちゃんがバス旅行に行っている今のうちに楽しい合コンを始めるぞ。合コン？なんでも人間界の若者の間で流行っている遊びで、気になる女の子と男の子がラブラブになれるそうです。もちろんわしはナタリーちゃんとのラブラブ狙いだぞ。ナタリーちゃん、ごめんでございます。せっかく慰めてあげようと思ってきたのに、みんな帰ろう。今の話本当なんだろうね。気になること晴れてラブラブになれるピュー。バグにも彼女ができるぞ。なかパメラもドキドキ。みんなやる気満々なの？それでは合コンを始めるぞ。イエーイ。まずは順番に自己紹介だぞ。わしはマリーランドの王様だぞ。なんで私まで。ああ、せめてここに先輩がいてくれたらな。うまくいったらキララとラブラブになれるチャンスピュ、うん、パオーン。王様ゲームじゃ。王様ゲームって？番号が書かれたくじの中に一つだけ当たりがあって、それを引いた人が王様になれるんだぞ。王様は好きな番号を指名して何でも命令できるんだぞ。何でも？彼女になってぞなとか、チューしてとか、結婚してとか。もちろんだぞ。王様の命令は絶対なんだぞ。っていうことは、王様のご命令通りに。なんて素敵なゲーム。王様、王様誰だ。わしが王様だぞ。マイメルが王様。2番さんと6番さん、ラブラブでお手手つないで。男の子同士なんだけど。あやま、マイメロどうするの？王様の命令は絶対なんだよ。はい、ラブラブ。おめでとうだな。いいのかな。ナタリーちゃんの言うこと何でも聞くぞ。1番と5番ラブラブで紅茶を飲みなよってございます。1番誰だ。はい、もしかして5番が王子ちゃまだったりして。5番誰だ。はい、チュー、チュー。楽しいゲームだね。くっ、最悪な罰ゲームだよ。くそ、絶対王様になって王子ちゃまとデートしてやるんだかんね。
私が王様。やったぞな、チャンスだな。また外れ。4番の人、どうかバグの彼女になってぞな。わしではないぞ。私4番じゃない。あたい6番さ。俺も違う番号ピュー。僕たちも違ってラッキーみたいな。私も4番ではありません。まあまあ論と違うよ。うん、見つけるな。ということは、え、ピアノちゃんが4番ぞな。だってピアノちゃん、ナスビの漬物大好物なのよ。ゾナ壊れるぞな。もう王様はゴリゴリぞな。今度こそわしが王様だぞ。ピヨくん、ちょっと聞いた？クロミ今の聞いた？間違いなく王子ちゃまからあたいへのアプローチだよ。おお、王様と3番が、ってなんだ、こんなものこうだぞ。はいと、ちょっと、なんてことすんのさ。王様ゲームなんかもうやめちゃう。わしが本物の王様だぞ。だからみんなわしの言うことを聞くんだぞ。そんな勝手すぎるよ。Man, that was my last warning. If I don't improve big time soon, I'm out. No fame. No fame. No fortune. No ricochet action figure. うるさい。ナタリーちゃんに目で。ラブラブになるんだぞ。いや、それありえねえしってございますけど。王様の命令は絶対なんだぞ、ナタリーちゃん。ラブラブになるか。なるわけねえだ。王様の命令は絶対なんだぞ。待てよ、こら。ナタリーに何するピヨ。王様、わがままが過ぎますぞ。めちゃくちゃだよ。まあ、やめろ、王様を止めなくちゃ。でもキララちゃん、王様に逆らったら、なんだよ。そんな、誰か王様を止められる人はいないの？くんな。王様の命令は絶対なんだぞ。ルビちゃんが帰る前にラブラブなんだぞ。誰が帰る前にですって？誰って、ルビちゃん。嬉しいでちゅ。よかったね、クロミちゃん。お砂糖
bowing to yourself, muchacho. Something inside will show you the way.